カリエで映画を作ろうとしているんですけどって言われて、はい、カット、こういうことしてみようっていうのが一瞬でこう決まって、ずっとやってみたいと思ってるけど、なかなかこう劇映画ではやれないようなことを今回いっぱいやらせてもらったので、映画の中ですれ違うとかをやりたいなと思ってたんで、ここならできるなと思ったんですよね。こう入ったらこっちから出てきてみたいな、8階じゃなかったらできなかった、やらなかったかもしれないんですけどっていう感じです。イメージよりいいですね。想像していたより良くて、主演の女の子がものすごい可愛かったっていうのもあるんですけど、井口監督ワールドに入れることがすごい嬉しかったです。運動神経がいい人だなと思って、役者って運動神経重要なんですか？サイレント映画なので、動きで面白い映画撮れるといいねってことはおっしゃっていて、表情とその変化で見ている人に伝わるようにしないといけないので、サイレント映画を作りたいっていうのはずっとあって、映画の全てがもうすでに完成してやられているっていうか、経験するっていうことが重要で、この先映画を作っていくにも、はい、お疲れ様でした。